乳幼児期の子供にとって一番大切なことは友達と十分に遊ぶことです。一緒に泣いたり笑ったり、異年齢の子供との関わりを通して人と心を通わせる生活経験は豊かな心や感性を育み、生きる力のもととなります。五感で感じ、子供同士で楽しむ集いや、お家の方、地域の方々とも参加して行事や日本古来からの伝承を織り交ぜながら、生きる力を育てる保育を目指しています。一人一人を大切にしながら、きめ細かい保育を行っていきたいと思っています。